はい、野瀬田中のダンスご覧いただきました、うん、さあ椎名ちゃん街中応援委員会なんですが、ここからは秋田市中心市街地のさまざまな話題をお届けしている椎名ちゃん街中応援会のコーナーです。木曜椎名ちゃんのキャッチコピー、ビューティフル秋田市中心市街地。中心市街地の歴史や芸術などを中心としたカルチャー情報をお伝えしていきます。今日の話題はこちらです。暮らしとアート市、白木蓮と桜色2024ページ3です。4月27日28日に秋田市文化創造館で開催されるさまざまなアートに触れる市イベントになっています。さあ今ダンスをご覧いただきましたが、今日はお二方ゲストをお招きしております。本日のゲストはコンテンポラリーダンサーの野瀬美智子さん、そして田中幸乃さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあお二人は暮らしとアート市に出演されます、うん、今のダンスはどんなテーマのダンスだったんですか？はい、今のは私たちがちょっと喋りながら、ここの椎名ちゃんで何を披露しようってちょっと考えてるうちに、なんだっけ、アルプス一万尺にちょっと行き着いて、うん、これいいじゃんこの動きってなって、2人でこの動きを発展させたものになってます。なんでアルプス一万尺にしたんですか？なんでだっけ、みんながやっぱり分かる、うん、親しみやすいみたいなイメージなんですか？なんか暮らしとアート市の一応宣伝塔として、はい、今日は一応来ているので、はい、せっかくなら皆さんの暮らしにというか、馴染みのある動きとかそういうのが何かなって考えた時に、まあ、アルプス一万尺みんなやったことあるよなと思って、それをちょっと踊りに活かしてみました、はい、ピンポンですね。西村さんね、うん、我々も馴染みがあります、はい、やりますか？ついちょっと前にうちの孫娘4歳なんですけど結構ダンスとかその動きにね、うんうん、とてもこう反応する子なんですけど、せっせっせじゃなくて、アルプス一万尺のね、今のさっきの手遊び、うん、手踊りっていうんですか、それバーバがね教えてね、完璧にマスターしてましたよ、うん、はい、もう暮らしの中で、うん、きちんとそういう風に繋いでいってますよね。そうですね、うん、ね、皆さん馴染みのあるそんなね素敵なダンス、自由なダンスを皆さんにご覧いただきました、はい、改めてお二人をご紹介させていただきます。まずは野瀬美智子さんからです。3歳からクラシックバレー、高校ではチアダンス、その後コンテンポラリーダンスに出会います。日本大学芸術学部演劇学科幼舞コースを卒業、卒業制作モナリザ、日本大学芸術学部長賞受賞、舞踊公演だけでなくファッションデザイナーやアーティストとのコラボ作品、企業イベントへの作品を出品、ミュージカル等の振り付けを担当しています。代表作に卒業制作モナリザがあります。続いて田中幸さんのご紹介です。岩手県のご出身なんですね。日本大学大学院芸術学研究科舞台芸術専攻修了、3歳からモダンダンスを学び、幼少期より全国舞踊コンクールにて多くの賞を受賞なさっています。コンテンポラリーダンスを中心としたダンス、地域をテーマに創作活動だけでなく地域の活動にも参加しています。代表作にシージの組曲があります。はい、田中幸乃さんのご紹介でした。さあお二人をご紹介させていただきましたが、お二人はコンテンポラリーダンス表現されていますけれども、コンテンポラリーダンスの魅力、うん、教えていただけますか？はい、コンテンポラリーダンスの魅力はやっぱり自由度が高いってところが一番の魅力かなって思ってまして、はい、まあ、あと型がないっていうのもあるんですけど、うん、まあ、その自由っていう中でも、まあ、さっきみたいにさっきの私たちのアルプス一万尺みたいに、うん、その自分たちで型を作って、うん、そこから発展させていくような表現もあったり、うん、あと、まあ、もう感じるがまま身を任せてなんか木になりきるとか風を感じるままとかっていう踊りもあるし、うん、あとはもっとスキルフルな、なんだろう、体操とか、あと新体操とかそういう系の
あのスキルフルな動きを取り入れるのも、もうありだしっていう、そういうすごく自由な、何でも、まあ、ありって言ったらなんですけど、そう、何でも自由なのがコンテンポラリーの魅力かなって思います、うん。なんか自由な中に、ね、そのお二人 の, その芯、うん、なんか基礎がなんかあって、そ う, です、ねね、そういうのも見えて、うん、なんかとっても素敵だなって思いました、うん。二人はね、あのもう小さい頃からクラシックバレエやって、うん、一方ではそのモダンダンスですよね、うん、やっぱりそういう素地というか、はい、基礎があってこそ自由なんだっていうことなんでしょうか、うん、それともあの私たちみたいに何にもダンス経験なくても、うん、なんとなくこうリズムで踊り出したくなりますよね、うん、それでもいいんでしょうか、うん、自由ということがよく曖昧で分からないんですけど、はい、なんか私とかはバレエやってってやってきてるんですけど、もちろんやってこないでコンテンポラリーダンスをからスタートの人もいるので、あのバレエやって基礎があるから自由にできる人と、本当にそういう固定概念っていうか、そういうのがないからこそより自由にできるタイプと、いろいろ自由にも形があるので、はい、あ、自由に形があるんですね。本当に自由で大丈夫です。確かになんか、うんうん、なんか分かってきた、だんだんコンテンパラリーという、ポラリーごめん、トッピンパラリーのプーじゃないですか。それは秋田のめでたしめでたしみたいな言葉になるんですね。現代的なというとりあえずは意味ですね、はいはい、そうなんですね。でもなんかこう見てて、私たち自分もたちも体をちょっと動かしたくなるって、うん、る楽しくなるようなお二人のそうです、ね、はい、ダンスだったんですよね。嬉しいね。お二人はそのデュオ、はい、一緒に組んで表現もされているっていうので、その野瀬田中という名前で活動もされているんですね。不思議な名前、はいはいはい、私たちは大学で出会ったから2015年に出会って、卒業したのが2018なので、その年になんか一緒に創作していこうかっていうのから始まって、うん、野瀬田中っていうのに行き着いたっていう、うん、はい、それで活動しているっていう感じです。今ちょっとお写真が出てますけれども、素敵なステージですね、はい、これは大地の芸術祭というイベント、うん、芸術祭で新潟県なんですけど、そこの地域で彫刻家の方とコラボで踊った作品です。これ後ろは、ね、ライトなのかな、 これもかっこいいですね。こちらクラシックな場所です、はい、これは去年の、第2回目のクラシとアート市の、あ、はい、岩手でやった時の写真ですね。この時はあの岩手にちなんだ作品にしました。例えば岩手というと、まあ岩手さんとか、うん、はい、そういうのをなんかお客さんにその単語帳みたいなのがちょっと用意、うん、メニューみたいなの用意してあって、うん、その中にお客さん回してもらって、うん、お客さんが声を出して岩手さんとかわんこそばとかって言ってくれる中で、私たちがこうやって踊ったりやったり、いや自由ですね、はい、やりました、はい、お客さんも参加して楽しんでいただけるような内容だったんですね、はい、あの野瀬田中のモットーって何ですか。今回の暮らしとアート市に通ずるものなんですけど、うん、あのコンテンポラリーダンスっていうのがまだまだあのマイナーなダンスでもあるので、はい、それを身近な感じにしていこうっていうのが一応モットーとしてはあります、うん、あ、身近なものに、はい、あの素朴な疑問なんですけど、はい、野瀬田中っていうのはなんかとってもなんかこうおしゃれな名前なんですけど、ありがとうございます。野瀬田中、野瀬田中、どこから来てる、来て由来、もう野瀬道子と、あ、そういうこと、はい、それはシンプルですね、自由ですね。なんかセンスのいいグループ名みたいな、他のね、あの同世代でやってる子たちはおしゃれな名前つけてるんですけど、ちょっと思いつかなくていいのが、ね、で最近つけた名前で、本当にでも耳に残りますね。そうですか、ありがとうございます。誰かその別人格の、なんか一人、ね、そういう感じでも、ね、人間みたいに思いました、うん、嬉しいです、ね、そう、さあ今お話ありました暮らしとアート市、うんうん、その岩手県の時もご参加されたということなんですが、お二人が出演するイベントこちらになっています。はい、暮らしとアート市、こちらどんなイベントになってるんですか。はい、主催の浅田さんという方があの
開いてるイベントなんですけど、うん、海外経験がある方で、その海外の生活の中でそういうもっと日本よりやっぱ海外はアートにもう日頃から触れることが多いみたいで、まあ、そういうのアートって結構暮らしだったり生活から生まれたアート、あとあのそういう生活から生まれたアートをみんなで楽しむ、でそういう場に人が集まってアートで人がつながっていくみたいな、そういう空間がよくあのあったらしくて、ぜひ日本でもというか、はい、あの岩手とかこういう東北の地方でもやりたいということで生まれたイベントみたいなんですけど、あの今回そういう人と人をつなぐアートみたいなのをぜひ秋田でということで開催されてます。なるほど、はい、過去の写真を、ね、今皆さんにご覧いただきましたけれども、芸術家さんだったり表現者の方だったりの作品やアートが一堂に集まるという、はい、そして身近に触れてもらえる、はい、機会になっているんですね。そうです。嬉しいですよね。ですよね。どうでしょうか、改めてこの暮らしとアート市、ま、お二人いろんな表現をされてきていると思いますけど、今回のテーマって何か考えていらっしゃるんですか。今回はぬぐだまるっていう秋田の方言にちょっと寄せて作品を作りました、はい、やっぱりこの秋田だから見られる作品みたいなことなんですか。はい、もうそのもともとテーマであったかく、あったかい作品にしたいっていうのもあって、で秋田ちょうどこの時期ようやくあったかくなってきた時期だと思うんですけ ど、 ちょうどそういう時にパフォーマンスさせていただくことになったので、あ、じゃあちょうどいいぬぐだまるっていう素敵な方言があるしあの私たちもあったかい作品作りたかったからっていうことで、であったかいって、まあ、その物理的に暖かいとかもあるんですけど、なんか誰かを思い出すとか、あと誰かとの思い出でちょっとほっこりするとか、まあ、いろんな人によってそれぞれぬぐだまるってあると思うんですけど、そういうのを私たちの作品見て感じてもらえたらなって思います。いやいやいや、いいセンスですよね。ただあのぬぐだまるって言っても今の秋さんのお若い方の中にはね、うん、何のこと方言がわからない方もいるかもしれない。私たちはものすごいピッチリくるね、秋さんの風の中で拭いっていうのはね、あ、まあ、解説するのもおかしいんですけど、まあ、暑いって暖かくなる、で溜まるっていうのはどん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 体の中にいっぱいに溢れる、拭いだまるいいですよね。あの別の発想でこういうふうなあの製品もね、ありますのでね。お酒、はい、あるんですね。お酒で拭くだまることもありますか。もちろん、しょっちゅう。そうなんですね、はい、よかった、秋田の美味しいご飯と、ね、はい、食でも拭くだまっていただきたいと思います、はい、今日は番組のために1分くらいでダンス踊っていただきましたけど、はい、この日はどれぐらいの時間楽しめるんですか。5分とか、本当にそんなに長くはないんですけど、あの立ち寄れるぐらい、立ち見でちょろっと見れるぐらいの時間になってますので、いいですね、はいはい、投げ銭も自由に行っていただけるパフォーマンスになってます。いわゆるおひねりですね。そう、本当ね、あの楽しいんですよね、ダンス見てて。あんまりこうほら親しみのない人もいるじゃないですか、うん、でもあ、いいんだこういう風に渡せるんだ、うん、気持ちをね、いいその場で表現できる、街の中でこうなんかやってて、うん、お互いが一体になってね、うん、いいですね、うん、踊る人もいるかもしれないね、うん、一緒にぜひ踊りたい。ぬくだまった心が温まった方はぜひ、はいはい、長線もご用意いただければなと思います。はい、で今回の暮らしとアート市、白木連と桜色2024ページ3なんですが、いろんな出展もありまして、青森県からはチャーリーズジャム、うん、こちら手作りで無添加のジャムになっていますの、こちらの出展だったり、他に、あ、面白い、これキノコですかね。キノコですか、うん、お写真付きのジャム、そして、宮城県からはオーガニックグリーンコーヒー、うん、はい、おしゃれなデザイン、美味しそうですね、はい、でさらに秋田はピノキシアートデザインの出展があるということで、綺麗ですね、これなんか海かな、そうだね、海ですね、あ、このなんかアクセサリーも素敵です ね、 ね、
などなどいろんな作品も並びますし、お二人のダンスの他にも表現者の方が何かパフォーマンスあるんです。はい、田中太郎さんっていう方が一緒にパフォーマーとして出演するので、はい、そちらもぜひチェックしてください。はい、でなんかあと詩、あ、詩、短歌、俳句、俳句の方が、はい、その場で短歌、はい、その場で短歌を読んでくれる、はいはい、その場で即興で、はい、でこの間のもあったんですけど、もう予定してなくてもちょっとじゃあ今日コラボしてみますかみたいなことも結構起こりうるので、もしかしたら、もしかしたらなるほど、よかったらぜひ。じゃあ例えば飽きたいなっていう声かかったら飽きたいなどうしようかみたいな、はい、本当にやります、思いつきでもいろいろね、何かこう、はい、生まれるかもしれませんね。 そうです、はい、それも楽しみだったりするんですかね、はい、ぜひそれを目撃しに来てください。はい、ね、秋田の皆さん ね、 そのまあ、土方辰巳とか、はいはい、土方爆さんとかで、そうですね、ね、あの、まあ、秋田舞踊舞踏の聖地と言われてて、ね、世界中から注目されているこの場に、ね、いろんな方もいらっしゃるんですけど、コンテンポラリーで来ていただけるっていうのも、はい、嬉しいですよね。なんだかこうそういうね、あの、はい、なんかこうなんだろうって、でも感動するっていうシーンってたくさんあると思う、うんうんうん、んですけれども、秋田でそういう機会が、しかもなんか親しみのあるお二人、うん、気軽に見られるっていう空気感がとってもいいなと思いました。はい、ぜひ視聴者の皆さんに PR をお願いします。はい、私たちのパフォーマンスは、両日、3回見るチャンスがあります。はい、時間は11時半、1時半、3時のこの3回です。うん、もし椎名ちゃんを見たと声をかけていただけたら、私たち嬉しくて喜びの舞も喜びの舞も、はい、踊りますので、はい、ぜひ椎名ちゃんね、いいですね、はい、かけますよ、はい、ポストカードも踊りとは別に販売するので、よかったら私たちと、あと岩手なんですけど、岩手の素敵な景色をポストカードにしたのがご用意あるので、はい、ぜひお手に取ってみてください。ぜひ、はい、はい、週末待ってます。待ってます。入場無料で4月27、28日秋田市文化創造館で行われます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ、4月27、28日会場、27日土曜日が午前11時から午後4時まで、28日午前10時から午後4時までとなっておりますので、お間違いなく。さあ、ここまでお二人にお話伺ってまいりました。本日のゲストはコンテンポラリーダンサーの野瀬美智子さん、そして田中幸乃さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。